久保さん、おはようございます。あのですね、あなたにも運はありますよと、という話をしましょうか。確かにね、運は実力のうち、実力は運のなんちゃらっていう話だと思うんですけど、考えてほしいんですけど、この SNS 総発信、個人情報発信時代、久保哲郎にの動画に出会う運、吉谷拓郎に出会う運、どうでしょうか。結構な確率じゃないですか、久保さん。ね。僕、ドリームアカデミアもうね、あとちょっとで、あと数ヶ月でまるっと5年運用してきましたけど、様々な成功者を見てきました。全くゼロからね、女性の方なんか1億3000万稼ぎましたけど、去年。まあ、なんだ、その方もね、何発信していいですかみたいな、こんな私がって言ってたんですよ。こんな私が情報発信できるもんないみたいなね、言ってたんですけど、まあ他にもね、まあ、何人もいますよ。で、久保さんもその一人なんですけど、まあ久保さんはドリームアカデミアじゃなかったですけど、まあ僕は久保さんのね、初期を知ってますよ。コメントおじさんですよ。コメントしかできなかったんですよ。コメントしてね、変な人いるなみたいな思ってたわけですよ。そんな変な人がね、まあ今こんなになっちゃってますけど、僕はね、運は、久保さんとか僕に出会ってるんだったら運はあるはずなんですよ。ただ違いは何かっていうと、その運を使ってるか使ってないかだと思うんですよね、久保さん。そのセルフバッグっていうものに例えば出会ってね、でセルフバッグをずっと知らないまま死んでいく人って世の中にたくさんいると思うんですね。まあネットビジネスをかじってる人だったらセルフバッグは聞いたかもしれないですけど、久保さんはそのセルフバッグを聞いて、これはすごいとね、思ってね、なんだ、いや、使いまくったわけですよ、セルフバッグをね。多分ね、まあさっきね、久保さんと僕に出会ったのは運ですよっていう話もしたんだけども、運はね、みんなあると思うんですよね。別に久保さんと僕に出会わなくてもセルフバッグ知ってたと思うし、要は多分ね、運を感じたか感じてないかだと思うんですよ。久保さんどう思います？これを運だと感じたのか感じてないのか、運だと思ったのか思ってないのかっていうね。もはやどうですかね、久保さん、これを運だと思ったのか思ってないのかと。まあこれを分かりやすく言うならば、運を感じれない人、運はあるんだけどそれを運と思えない人っていうのは、どうせ私には無理だっていうね、どうせ僕には無理だっていう風に、なんだ、感じちゃう人ですよね。だからそれはどんなに目の前に運があったとしても、運に出会ったとしても、結局それを引き寄せるんじゃなくて引き返すみたいなね、引き弾くみたいな、だからそういうことをしてるから、まあ、一生無理なんでしょうね、多分。ただし、まあちょっと最初の話に戻すと、久保さんと僕に出会ったっていうのは運があるっていうのはどういうことかっていうと、仮に私には無理だとかね、どうせ私には無理だって言ったとしても、僕と久保さんはね、大丈夫、できると。事例もね、これから僕も活動続けていくんで、これ前なんかの動画で言ったんですけど、僕はね、これからも圧倒的なエビデンスを作り続けると、あなたにもできるよっていうエビデンスをね、こんな熟成さんもできた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 よと、こんな熟成さんもできたよって、もう圧倒的に出していくっていうね。そう、希望を与え続けるっていうね。そう、だからどうせ無理だよって感じたとしても、あれ？できるんじゃないかっていうね。それをやり続けることができる人なんで、僕はね、なんで運がありますよね、多分。そう、まあこれからもね、まあまた新しい事例、まあ来年も、まあ今年もまだちょっとありますけど、多分これからも何人か出てくるだろうしね、結果報告で。そう、
だから運はね、使うものですね。みんな運はあるんだけど、もっとね、大きい考え方を言うならば、五体不満足に生まれた時点で運はあるわけですよ。ね？どう思います？どうすか？今、アフガニスタンだったかな？まあ、あと、あとは、マレーシアじゃなかったかな？なんか、その、紛争起こってる国だったりとか、テロ起こってる国あると思うんですけど、そこに生まれましたか？生まれてないですよね。平和な日本に生まれたということ時点で運あると思うんですよね。大きく考えるとね、もう宇宙規模で考えるならば。だ今日ね、戦争してて生きるか死ぬかっていうところに生まれたら、なんかネットビジネスで儲ける儲けないとかね、億万長者になるならないとかね、そんなのね、そもそも考えられないですよ。考えていることは明日の飯、今日の飯、明日生きてるか今日生きてるか、それぐらいしか考えられないからね。まあ日本に生まれた時点で運はあるんじゃないかなと思いますよね。もう本当に大きく言うならば。でもそれを使ってんのかっていうね。まあ堀江さんとかもよく言いますけど、いやどうなってもね、その国から金はもらえるぞと生活保護も受けられるし、国から金はもらえるんだからみたいな話をね。国から金はもらえるけど、友達と、なんだっけな、友達は、友達となんちゃらはもらえないみたいな話をしてて、まあ確かにな、みたいな。うまいこと言うなっていうのね。そう、国から金はもらえると。だけど、もらえないものがあるから、でもそれは、もらえないものがあるから、それは自分で作っていかないといけないから、それ大事だよね、みたいな話してたんですけど。どうすかね。お金を国からもらえる国って、世界で見て、どれぐらいあるんでしょうかね。だからね、まあ素養の話もしてましたけど、僕はみんな素養あると思いますよ。日本に生まれた時点で素養、すごい素養あると思いますけどね。そう、もし輪廻転生みたいなのがあるんだったら、少なくとも日本に生まれたっていうことは、過去のね、その話で言うならば、過去祖先があなたのね、昔のあなたのそのなんだ、なんだ、先代、魂の先代はいいことしてきたからね、日本に生まれてきたんじゃないかなと思いますけどね。だけどあなたがね、それを使わなければ、多分輪廻転生というかね、生まれ変わった時は戦争がある国に生まれるかもわかんないし、そう、結局あなたなんですよ。あなたです。あなたには運があるし、あなたには素養があるけれども、それを使わなければ何の意味もないというかね。まあそれが そのあなたの人生ですよね。だって確率論から言ってもすごい確率ですよね。久保さんと僕がね、チャンネル登録者数1000万人いてね、1動画がね100万回、200万回、300万回、ヒカキンさんぐらい回ってるんだったら、それはリーチがあるんでね、あれかもしれないし、知名度もあってね、あれかもしれないけど、全く久保さんと僕知名度ないじゃないですか。ね。なんかその、有名な人ですか？全然有名な人じゃないですよ。全く。まあ、そこと比較したらね。ジャニーズ事務所に入ってましたかと。テレビに僕出たことないですよ、一度も。ね。なんかね、二宮くんとかね、 YouTube 始めましたって言っただけでね、1本撮っただけで2、300万回じゃないですかこれ素養ありますよね。素養というか久保さん、僕たちなんかね、何本撮ってんだって話じゃないですか。一発撮っただけでね、2、300万回回るんですよ。しかも YouTube 始めましたみたいな。手越くんなんか記者会見で1000万回みたいなねこれはね、久保さんね、すごいですよね。なんで、あなたにも運はありますよ。運はあるんだけども、使うか使わないかですね。で、使えるか使えないかは、それを運として感じるか感じないか、そう思うか思わないかですね。そう、思わなければ何も始まらないっていうのもあるんですけど、これが運だと感じれるんだったら、その運を生かそうと思うだろうし、でもそれが運だと思わなければ、運
あのなんで俺はこんなに運がないんだって思うだろうし、うん、これはね運だと思えば運やってみようってなるだろうしいいなこれ、それが運だと思えば運やってみようってなるだろうしね、あ俺には運があるんだ、運やってみよう、運ですね。だからよくね、あのイエスマンっていうね、あの映画があるんですよ。何でもイエスって言うと人生変わるみたいな、まあそれは英語なんであれですけど、日本語ではね、うん、イエスみたいな意味合いもあると思うんですよね、うんっていうのが。うん、だからうん、俺にもやってみよう、俺にもできる、うんってやれば運がいっぱいつくんじゃないですか。はい、ということで運はあなたにもありますよということでございます。いってらっしゃい。